中華人民共和国の超高層建築物では中華人民共和国にある超高層ビルについて説明する。超高層ビル一般については超高層建築物を参照。中国では1978年に始まる中国共産党の党昌平が指揮する改革開放路線により1980年に経済特区が新鮮、市海、スワ等、アモイに設定された。 その後1984年に経済技術開発区が臨海部の14都市に設定され、この動きに上海や広州などの大都市が加わると外国資本の流入から諸都市の著しい発展を見る。そして中国経済の発展により天津、重慶、長春、鎮太を大連、成都市、武漢、新洋、アモイといった都市でも多く。 超高層ビルが建設されてきている。また、香港では、イギリス統治期の1970年代から多数の超高層ビルが建てられていた。ポルトガルから返還されたマカオでも超高層ビルの建設が進んでいる。香港の超高層建築物を参照。香港島北部と旧流地区の夜景香港の特に香港東北部に位置する中心街は地勢が 山口で平地が少ないこともあり、無数の超高層ビルが短期間のうちに建設された。1970年代から1980年代、工業主体から転換し、金融及び貿易都市として、急激に発展していた香港では、大量のオフィスや住宅需要をまかなうため、中心部のみならず、急流地区や深海、ランタオ島などの郊外にも大量に、 超高層のオフィスや住宅が建てられた。香港は結果的にアメリカ合衆国ニューヨーク市のマンハッタン地区をしのぐ世界でも最も超高層建築の集積率が高い都市へと成長している。1990年、香港島の今市地区にイオミン民イ設計の中国銀行タワーが完成し、これはアジアで初めて300メートルを超える超高層ビルとなった。 続いて、1992年にワンコチ地区に中国銀行タワーの高さを超えるデニス・ラウトン順番設計のセントラルプラザが完成する。この他にも1998年完成のザ・センターや2006年完成のニーナタワーなど300メートル超の超高層ビルが多く建設された。中国銀行タワーと並び、1985年に 完成したノーマン・フォスター設計の香港・上海、銀行、香港本店ビルや、1988年に完成したポール・ルドルフ設計の立法センターなどの著名な建築も存在する。香港は1997年7月1日に、イギリス領、香港から中華人民共和国の香港特別行政区へと移行した。現在では、イギリスなど、 旧来の関係諸国とともに、中華人民共和国本土とも経済的なつながりを一層強めている。昨今の近隣アジア諸国や中華人民共和国の活況を受けて、市外ではなおも超高層ビルが建設され続け、再開発事業も活発となっている。2003年、香港で最も高い国際金融中心第2期が完成し、2010年には、 さらに高い環球貿易広市場が竣工した。マカオの超高層建築物を参照。上海の超高層建築物を参照。上海のほとうシンク、陸下千葉市上海は中国の経済を牽引する最前線の都市であり、1990年代前半から現在に至るまで急速に超高層ビルの数を増やしている。 上海の超高層ビル群は大きく分けて二つに分類される。広補港を東西に分け、歩東地区と浦西地区に分かれ、特に歩東は歩東新区の陸か千ち地区、浦西は旧市街の広補家や長安市区にある公共、特に広補港に突き出る歩東新区の陸か千ち地区では政府主導による開発で金融中心地の核となる。 上海証券取引所や超高層オフィスビル等の施設が数多く建設され、超高層ビルが林立するスカイラインを短期間のうちに出現させた。これは同時に諸外国に向けて国力個人のためのショーウィンドウとしての役割も果たし、1998年春高で孫設計のジンマオタワーはその最たるものである。また、金茂大化の林地には、 KPF の設計により中国国内で最も高い建物となる上海ワールドフィナンシャルセンターが2008年8月30日にオープンした。1910年代から1940年代にかけての上海ではかつて疎開であった広北遅いの歪ンと呼ばれる地域に1927年春高の上海海館や1929年春高の和平反転。 77.1メートル、1937年春工の中国銀行ビルなどのネオバロック様式や幼虫折虫様式の高層建築が建設された。現在でも現存しており、ここからは広行を退避して新旧の高層建築を垣間見ることができる。歩道地区にある上海 HSBC タワーや浦西地区のニューワールドセンターなど外資による 建物の建築も多く行われている。北京の超高層建築物を参照。北京 CBD 地区首都の北京では2008年に開催された北京オリンピックとも相まって数多くの再開発事業において超高層ビルが建設されている。2011年9月には北京で最も高いビルとなるチャイナズーンが着工された。また、 これら超高層ビルの中には斬新内緒を伴うものも多く、現在建設中で OMA のレムコール発設計の新中国、中央電子大本社ビルや中国国際、貿易センター第3期などは、その代表格である。しかし歴史的な街でもある北京の再開発においては、超高層ビル建設が、朝廷時代の死亡院という歴史的な、 宮廷官僚の住居を取り壊して行われていることも多く、これらの遺構を排斥して超高層ビルを乱造することが厚生どのように影響してくるのかといった考古学的かつ都市工学的な懸念にもつながっている。広州の超高層建築物を参照。広州は古くからの公易都市であり、第二次世界大戦以前に玉江添いの欧米諸国が敷いた疎開跡の地区には、 古いネオバロック式の建築が伺える。この中でも1937年竣工の愛軍大支店はこの時代に建てられた最も大きく壮麗な建物である。現在関東省の省都でもある広州では市内に多くの超高層ビルが建設されている。特に市街東部の香港と広州と往来する旧広市鉄地が発着している広州東駅前は再開発され、 新都心として計画された。また1997年に、ここでは、広州で最も高いシティックプラザが建設された。新鮮の超高層建築物を参照。1980年の改革開放により、資本主義地域である香港に隣接する、関東省新鮮は、中央政府から直轄の経済特区に指定された。外国資本の導入による投資や香港からの、 製造業の移転などによって、それまで漁村であった地が、わずか十数年のうちに、摩天皇を携える都市に変貌した。2011年には景気100が、2016年には平安国際金融中心が完成している。ZH、天津摩天台、老列表を参照。ZH、武漢摩天台、老列表を参照。EN、 リスト・オブ・トーリスト・ビルディング・スイン・ウーハンを参照。武漢市は、中国中部地方及び、長江中流域唯一のメガシティで、湖北省の省と及び、下中地方唯一の副省級市でもある。全市が洋津港とその最大の支流である観光に散布され、複数の証券を有している。武漢の超高層ビルが、洋津港北岸にある、観光地区及び南岸にある、 武将地区の証券や業務地区に多く集中している。新潮末期の1861年から第2次世界大戦中の1943年まで観光市に列強各国の疎開が設けられた。各国の資本が進出しつつあるにつれて観光の様子構想に交換石ビルなど花用折衷様式の構想建築が建設された。特に 1980年の改革開放以来、武漢は中西部における一大都市として国内外の投資を集め、超高層ビルも立ち並ぶようになっている。そんな中、24階建ての晴れ川ホテルが武漢初の超高層ビルである。2017年現在、武漢で一番高い超高層ビルが武漢センターであり、建設中の武漢グリーンランドセンターは上海中心を抜いて、 中国で最も高い構造ビルとなる。X200PX、オルトイコールウーハンベ兵フエリアパノラマ、観光西北古地区の夜景、観光西北古地区の夜景、ZH、公衆マ天台、老列表を参照。ありがとうございます。